お元気ですか、谷村新司です。日が長くなってきましたよね。散歩の途中で日向ぼっこしている猫を発見いたしました。お昼間が長くなるにつれて気持ちも柔らかくなってきています。今日もゆったりとラジテレ始めてまいりましょう。今日のテーマは不要不急です。もう馴染んだ言葉ですよね。1年間ぐらい不要不急ってもうテレビからずっと流れてきているこの文字、なかなかプレッシャーのある文字ですよね。これについて今日はちょっと考えてみようかなと思ってます。この2年間ぐらいかな、コロナ禍の中で一番やっぱり衝撃的だった言葉が、僕はもうこの不要不急、いわゆる外出とか外食、旅行、音楽、芸術、これ全部入ってくるんですよね。こう考えてみると、我々が楽しみと思っているもの、実は全てが不要不急にまとめられてしまう。なんだろうね、本当になんか辛い状況ですよね。生活に僕は潤いを与えてくれるものが、人それぞれみんなあるはずで、その潤いを我々は文化と呼んできたように、考えています。だから潤いをなくしたお肌はカサカサになってシワを作り出していく。お肌のシワっていうのはお手入れをすれば復活してきたりもしますけども、心はどうでしょうか。気持ちに潤いがなくなれば人間関係もカサカサに節くれ立ってしまいます。だから大事なのは心と気持ちのバランスとメンテナンス、そのためにはこのラジテレ最高なのではないかなと思っております。一人暮らしをしていらっしゃる方、このコロナ禍の中でより無口になって会話がなくなってくる、そんな話をたくさん聞きました。誰かと話したいなという願望が、増えてどんどん膨らんでくる。だから去年の春あたりからコロナお見舞いで、友達に電話するともう一人ずつの電話みんな切らないんですよ。長いんです。延々喋ってるんです。多分誰かと話したいんだな、会話をしたいんだなっていうのがもう本当に手に取るように分かります。だから、今夜は5人ぐらい電話しようって言ってたのがもう3人ぐらいで、かなりの時間になる。でもそれぐらいなんかみんな会話するっていうことを望んで求めてたのかなと、今もそんな感じですよね。